は野田チャンネル。はい、どうも、どうも、東京ドボーやーめっちゃ、これで、やーめっちゃあるざすということでね、買ってまいりました。こちらね、ハードオフさん詰め合わせでございます。これね、値段がね、もっと高かったんですよ。これ、半額になってるんですよ、これ。見えますかね？あ、破れちゃった。1000円。ほら、こっち、1000円です、これ。元1000円。ね。買っちゃいましたんで、ちょっと開けてみたいと思います。はい。ね、これ。さあ、この赤いさ、この、やつがオリジナリティがあるんですよね、これね。あんまり見ないよね、このパッケージ。こうやって一個ずつ見てみましょうか。これ何これ、くっついてんな。これ何でしょうかな、これ。あ、テイルズ。テイルズセットかな、これね。一個ずつなんか値段つけて出そうかなと思ったんですかね、これね。ぶら下げてね。はい、テイルズのバッチ。ね。さあ、わかんないのもあるかもしんないな。さあ、これはあれですかね。ワンピース、ワノ国編ですね。はい。ですよね。おでん食べてるところね。これね。はい。猫まむし、あ、ここにか、あ、川松、犬嵐。ね、書いてある、名前書いてた。子供時代ね。楽しく過ごしましたみたいなね、やつですね。さあ、これ何でしょうか。おっと、わからない。わからないですね、これね。あー、ソードアートかな？じゃあ、でも違うかもしれないな、これ。いやー、なんでしょうか？全くわかりません。はい。あ、これはツイステですかね。はい。ちゃんと袋に入ってますね、これね。未使用っていう感じがちょっと、普通にね、出ています。ストラップですね、これはね。はい。これが、これは何？じゃあ。これは普通の、こういう、ゴムのやつ。じゃあね。ラバーですかね。はい。さあ、次、おっと、これは、アクリルキーホルダーでございます。はい、来た。ほら、いちごちゃんみたいな感じで、かわいい感じですね。はい。何も書いてません。何にも書いてないけど、アクリルキーホルダーでございますね。はい。で、これ一個ずつで、全部、このピンク色の入れてフックもちゃんとつけてね、これありがたいですね。俺店に全部ぶら下げようかな、これぶら下げるとこないんですけどね。はい、かわいい。これなんでしょうか。あ、テニプリだそうです。あ、いたね、この黄色と緑のジャージの人だね。ちょっと名前まではわからないんですけども、テニプリです。新テニスの王子様ね、いつの間にか芯がついてるっていうね、びっくりしちゃいました。はい。さあ、これなんでしょうか。なんか見たことあるような、ない。ああ、 IF です。これはあれですね、乙女糸系ですかね。ね、ゲーム系ですね、これね。はい。さあ、次行きましょう。細かいね、これね。細かい。ちょっとこう、ほら見てください。くっついてる。なんか間挟まっちゃって、これね、ピピットって書いてありますかね。ピピット。ピピットってこれ何なんでしょうか。ちょっとわかりますけど、アクリルキーホルダー、女の子です。で、こういう女の子はみんな好きなんですね。はい。アイドルっぽいですね。そしてくっついてた方、こちらです。カンコレですかね、これはね。はい。カルカは書いてありますね、DDI もね。吹雪。ということですかね。はい。さあ、次行きましょうか。おっと、今度はバッチですね。か、バッチ。これ何ですかね。あ、書いてある。いい章だね。テレビアニメ、お隣の天使様について、いつの間にかにダメ人間にされていた剣。あー、だからなんとかな剣。テスラみたいな感じでなってるかな、これ。ちょっとごめんなさい、わからないんですけれども。か、バッチですね。はい。もうこれで500円いってんじゃない？ね。って思いますけど、嬉しいですね。はい。じゃあ、こちら行きましょうか。どう？これ何でしょうか。原始。またゲームのキャラクターですね。もう、この辺だってけども、ね、ちょっとな、何が何やらって感じですよね。はい。じゃあ、次行きましょうか。何これ？あれ？二つ入ってる。あ、東京リベンジャーズですか。東京リベンジャーズ、二つ入っておりますね。でもこっちがメインだったね、これフックがね。あ、これ引っ掛けられる、いいね、これね。楽ですね。はい。で、これ、カンコレですかね。
これ誰かが作ったやつ。あ、そういうのね。デトトリゲン。何これ。ということで、2014年だって、の作品みたいですね。カンコレですよね、これね。同時系なんですかね、こういうのね。今ね、作れますもんね、イラストさえ描ければね、こういうのね。販売もしてたりするしね。はい。いいの権利とかあると思うけど、あんまりこんなこと言っちゃいけないんじゃないかな。同時グッズっていうことかな。ね、グレイゾーンみたいな感じで、これ。東京リベンジャーズは二つで一つなんだろうね、多分ね。ニコイチみたいな感じでね。昔は半人前みたいなね、言われちゃいましたけども、そういうことではね、ちょっと多くなってきたんで、こうしましょうか。はい。さあ、行きましょうか。次です。よいしょ。いや、さあ、こちらですと。さあ、やってまいりました。これもテイルズかな、これ。どうですか？あ、違うのかな？東京、なんとか、って書いてますね。どうですかこれ。東京、セブンスシスターズでいいですかね。これゲームかな？これも。で、可愛らしい。はい。ちょっと待って、これもちょっとよくわからないんですけど。さあ、そういうことになってるでしょうか。さあ、続いてまいりましょう。あ、次は缶バッジですね。カバチやってました。ドン。おっと、なんだこれ。あ、これ、悠々白書じゃない？あ、そうだ、このね、YT90 から94って書いてあるんで、これ、悠々白書ですね。いたけどね、もう覚えてないね。忘れちゃった。こういう人いたな、そういえば。ね、悠々白書。はい。すいませんでした。ちょっとキャラクタービンと来ないという。あ、これ何？カンコレですかこれ。なんか飛行機かなんか疑似化シリーズですかねこれね。はい。可愛い子がこのね、キャラクターになるという。ね、あ、違うなんか逆か。ね、可愛い女の子になるっていうね、これね。はい。さあ、次行きましょうか。さあ、次どう？これ何ですか？あ、これはあれだ。これもアイフだよね。これね。これは何だっけ？名前が出てこないな。ゲームですね。これ有名なやつですよね。何だっけな。ごめんなさい。もう名前出てこない。はい。すいません、ね。思い出したまたね、さあ、こちらですと。あ、これもカンコレじゃない。違うかな。もう、戦艦とかあんまり関係なくなっちゃったみたいなね。ですよね。これ多分しかね。カンコレ、一番くじ系のカンコレですよね、これはね。はい。さあ。まだありますね。はい、どう？あ、これはあれかな？アイドルマスター？RKK だから、さっき最初の方に出たよくわかんない。この辺と同じ仲間なんじゃないかな。違いますかね。そうだよね。書き方一緒だから。ただごめんなさい。わからない。ということでね。さすがいろいろね、入ってますから、わからないのも多いですよね。これ、なんでこれかわいい？なんだこれ？RKK SP。あー、同じ書き方してる。もうわかりません。なんかキャラクターですね、これもね、とにかくね。キャラクターもしか入ってねえよって話ですけども。なかなかね、難しいですよ、最近のは。あ、これも一緒だな。さあ、来ました。ドン、IF。ね。はーい。アムネシアとかあっち系統のやつですよね。ただ、これ違うと思うんだよな。なんでしょうね。わかりません。ちょっとすいませんね、もう。ほっと。ちょっとね、実際やってるわけじゃないんで、わかんないですよね。あともうちょっとで終わりですかね。はい。さあ来ました、ドン。ツイステ。細長。細長ですね。待ち合わせ来たのかな。遅えな、あいつ、みたいな感じなのかな。わかんないけど、ね。腕組みして待っております。プープーみたいなね。顔が怒ってるような気がするけど、若干。はい。でも、ツイステですね、こちらね。はい。はい、行きましょう。はい、はい。おっと、鬼滅の刃。しっかりわかるやつが出てきた。ね。はい。鬼滅です。はい、どうぞ。はい。おっと、なにこれ。パッケージがついてる、ちゃんと。ラブライブ、どーということで。ラブストラップ。ちゃんと書いてありますね。これは未開封。あ、でもこれさ、このピークのおかしいよね、これ。あ、開封つ、いや、中が未開封だから。未開封のやつをこの袋に入れてる感じですかね。
だから、あたえてここを通せばいいというわけでもないっていうね、感じでしょうか。はい。さあ、あともうちょっとですね。おっと、お人形。犬夜叉です。これは、戦闘丸でしたっけ？なんで、何丸でしたっけ？ちょっとわかりましたけどね。百鬼丸でしたっけ？これね、ちょっと忘れちゃった。はい。犬夜叉ということでね。懐かしい。おっと、なんだこれ。あ、これさっきの同じシリーズだな。これ、テリプリですね。そうだね。テリプリだ。あ、この、なんか、この、スイーツ系、みたいなね。甘いもの好き男子みたいな。こういうのもね、ちょっとね、甘いもの好きはね、ちょっと、ね、可愛いな、なんつって、なるんですよね、これね。ということで、手に振りということで。はい、行きましょう。はい、どうぞ。おっと、ヒロアカ、お茶子さんですね。はい。デフォラバということでね。はい。なんか、ね、リゾラバみたいな感じですけどね。リゾラバって何って話ですよね。はい。次行きましょうか。何ですか？これはどう？これ何？リビドーエンターテイメントだ。あ、これは A3。あ、愛中だ。愛中です。愛中のアクリルスタンドでございます。はい。さあ、ということでね。あ、この辺まで下置けたね、全然。はい。さあ、そしたらですね、こちら最後でございます。最後、来ました。どう？おっと、書いてあった最後。偉い。あ、やった。呪術改正。ということですね。こちら、ということです。はい、ということで、以上です。500円でこんなに入ってました。まあ売れ残りっちゃ売れ残りなのかもしれないしって気もしますけれども、ね、ということでハードオフさんの500円の詰め合わせ開封でした。またやるんでよろしくね。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。コピーライター、そんな別の動画も見てね。土田ライター、ハーライター、理解よ。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが。